やり始めると止まらなくなってしまうので、深夜だろうが何だろうが関係なしに作業を進めてしまう生活リズム破壊者 PC やる24と申します。いつもご視聴ありがとうございます。というわけで今回は、私の知識不足と作業の手際の悪さによってかなりの性能低下をさせてしまったアンディサムライマスター、こいつは10年以上前に発売されていたパソコンの頭脳である CPU を冷却させるためのパーツです。以前の動画ではこのヒートパイプの性能を復活させようと試行錯誤をしてみたんですけども、結果厳密な封入に失敗し、完全にその性能を失わせてしまったんですよね。しかしながらコメント欄に情報やアドバイスを寄せていただいた達人の皆様のお力添えもあって、前回動画でなんとかヒートパイプの封入に成功しています。今回はその知識を使って改めてこのアンディサムライマスターの復活を皆さんと一緒にリベンジしていきたいと思います。映像の方は封入バルブとして代用するための100円ライターのお尻についているガス注入バルブを接続するための穴を広げているところです。ただ案外この銅のヒートパイプ部分、思ってる以上に柔らかくて成形になかなか手こずっています。最初ドリルでゴリゴリやってれば綺麗に穴開くかなと思ったんですけども、思いのほか柔らかくてうまく言うこと聞いてくれなかったんですよね。見ての通りデコボコになって、さらにもう短くなっちゃいました。作業性を高めるためにもう少しヒートパイプの長さが必要そうだったので、アルミ製のこのヒートシンクを何枚か引き剥がすことにしました。材質はアルミで非常に柔らかい素材なんですけども、ヒートパイプに結構がっちりとつながっているので、なかなか取り外すのに苦労しました。ニッパで切ったりとか、カッターで傷つけたりとかいろいろやってみたんですけども、なかなか難しかったです。ただ意外と普通の文房具用のハサミで切ることができたので、ある程度の長さまで切り取った後はもうあとは指で思いっきり引き剥がすような感じでした。見た目以上に結構ペラペラで柔らかいので、力の入れどころっていうのもなかなかなくて大変なところでした。あとせっかく刻印されているこのサイズのロゴマーク側を外してしまうのはちょっともったいないなと思ったんですけども、全てうまく取り外すことができたところで、なんと新しいサイズのロゴマークが出てきたんですよね。よーく見てみたらプレート全部に刻印されているのが分かりました。このロゴマークはやっぱりあった方がいいですよね。かっこいいと思います。ヒートシンクを引き剥がすことによって、なんとかヒートパイプの長さを確保することができたので、ヒートパイプの表面部分を削ることで入り口を平らにしてみました。それでも余計な作業によって周りがズタズタになっちゃいましたね。大失敗です。切り子だったり破片がヒートパイプの内部に入ってしまうので、こんな感じで叩いてあげると結構カスが出てきました。内部の焼結金属体も少し削っちゃったと思うんですけども、まあ多分入り口だけなので大丈夫だと信じていきます。冷媒を封入するためのバルブは前回に引き続き、今回も100円ライターのケツの部分についているバルブを使っていきたいと思います。バルブに関しても様々アドバイスをいただいたんですけども、今回は諸事情により引き続きこの100円ライターのガスバルブでいきましょう。この100円ライターダイソーで買ったんですけども、売り場のやつ全部買っちゃいました。店員さんに怪しまれなかったかちょっと心配です。それで必要なのがこのガスタンクの中についているお尻の部分のガス注入バルブですね。今回はヒートパイプが6本入っているので、こいつをどんどん分解していって6個確保していきます。慣れた手つきでちゃちゃっと分解していって、ひとまず6本確保することができました。先ほども話した通り、必要なのはこのガスタンクの中のお尻についている注入用のバルブの部分ですね。こいつがいい仕事をしてくれると信じていきたいと思います。もったいないんですけども、作業のためにお尻のバルブを押してブタンガスを排出させちゃいましょう。でも臭い。部屋の中だと充満して爆発する危険があるので、外で全部抜いておきました。ガスを抜いた後は他の不必要なパーツを簡単に外すことができるので、パーツを外していきます。まあ別につけたままでも特に問題はないんですけども、この後切断することになるので、余計なところに神経を使わないようにこんな感じで外しといちゃいましょう。ガスタンクの中身を全て取り外すことができたので、今度は切断をして適度な長さに持っていきます。今回はこいつが6個あるので、しかもまたしてもこういう時に限って深夜の1時とか2時ぐらいにやってるんですよね。本当に生活リズム破壊者です。恐る恐る作業を続けて、ようやくこの6個のバルブを取り出すことに成功しました。高圧なガスをプラスチックで封入してるだけあって、ガスタンクの壁も結構厚く作られてるんですよね。作業の邪魔にならないように、まあ気休め程度なんですけども、こんな感じで内側のバリを取っておきます。それでヒートパイプ1本だけちょっと短く切ってしまったので、バルブの方も1個だけちょっと短くしてあります。
バルブとして機能してくれればそれで構わないので、細かいことは気にしないでいきましょう。最後にバルブとしてちゃんと機能しているかどうか、作業した時に傷つけてしまってないかっていうのを確認するためにバルブの最終チェックをしています。 OK です。どうやら全部問題なく動いてくれたみたいです。今回もこいつがヒートパイプの復活の要となってくれることを願いたいです。あと先ほどの傷つけてしまったグタツタのヒートシンクは取り外してうまく綺麗なところを出すことに成功しています。見た目も綺麗でいい感じです。改めて先ほど切り出したバルブを仮付けしてみます。メーカーによってヒートパイプの太さに違いがあるかっていうちょっと心配があったんですけども、バルブの外径とこのヒートパイプで使われている内径がぴったりいい感じに収まってくれました。隙間も非常に少なくて測ったような感じで綺麗に収まってくれています。まあ、なんか取り付けたら一気にワクワク感が増してきましたよ。早く次行きましょう。続いて油分や汚れを除去するためにエレクトロニッククリーナーを使って入り口付近を簡易的に清掃していきます。バルブの方はゴム部分をなんかこの溶剤が侵してしまう可能性があるみたいだったので、今回はバルブは中性洗剤で洗っておきました。ヒートパイプとバルブの接続に関しては今回も前回使ったセメダインの弾性接着剤を使っていきたいと思います。一応概要欄の方に Amazon のアフィカスリンク貼っておきますので、よろしかったら覗いてみてください。適量取り出した接着剤をバルブの外側部分にうまく塗りつけていきます。バルブの部分だけ切り出せば塗りつけるのも簡単だったんですけども、この形だと1回切るだけで済むんですよね。バルブの外側部分にうまく塗りつけることができた後は、今度は銅パイプの内側にも接着剤を同じく塗りつけていきます。ちなみにこのセメダインの弾性接着剤は金属である銅との相性も抜群のようです。内部が高圧力の状態になったとしてもしっかりと接着してくれることが前回の動画で検証済みです。入り口を塞がないように内壁だけにうまく接着剤を塗りつけた後は、いよいよこのバルブを接続していきます。やっぱりあんまり多く接着剤使いすぎちゃうとこのバルブの動きを邪魔してしまうので、あんまりつけすぎてもダメな感じなんですよね。差し込んで接着剤をうまくなじませた後は微妙に角度を調節して、ひとまずこれで OK です。まあ OK かどうかやってみないとわかんないですけどね。同じような要領で他の5本も全部実施していきます。5本は特に問題なく同じような方法でできたんですけども、先ほど話した通り1本だけちょっと短いものがあったので、これはヒートパイプの外側部分にも接着剤をたくさん使うことでうまく封入できるように心がけてみました。それでこちらが全てバルブを取り付けた新しい新生アンディサムライマスターのお姿です。なんだろう、見た感じ鬼滅に刃に出てくる上限の位置の黒脂肪っぽいですかね。ああそんなかっこよくねえか。パッと見た感じあんまり違和感もなくいい感じのデザインだなって感じがしました。24時間ほど接着剤が乾燥するのを待ってしっかりと接続できているかどうかを指でグリグリやって確認をしておきます。全てのバルブがちゃんと接続できていることを確認できた後は、続いて実際に封入する冷媒ガス、エアダスター用のガスを封入していきます。ガスを注ぎ込んだ後は今度はバルブの外側を押してしっかりと封入できているかどうかを確認します。押した時に勢いよく液体も飛び出すことが確認できたので、液状のまましっかりとエアダスターの冷媒ガスが封入できているってことが確認できました。バルブの動作自体は問題なく動いてくれているようです。他のバルブもしっかりと動いているかどうかっていうところを確認するために、全ての部分の頭の押してみて確認したところ、1箇所だけちょっと不具合があることが確認できました。ここちょっとおかしいな、ミスったかも。右側真ん中のバルブがどうやら正常な動きをしていないようです。ガスを封入してみたんですけども全然入っていかないんですよね。しかもバネの動きもかなりおかしいです。接着剤でがっちりついているのでペンチで回した後は指でバルブをもぎ取っていきます。バルブの動作確認してみたんですけども特に問題なく動いてくれていました。原因はヒートパイプの内部で接着剤が固まって完全に入り口を塞がっているような状態になってしまっていました。これは完全に接着剤つけすぎですね。入り口を完全に塞がってしまっている接着剤を先の細いピンセットを使って取り出していきます。うまくボロンって取り出すことできるかなと思ったんですけども、がっちり接着されててなかなか取り外すことができませんでした。不必要な接着剤をなんとか除去することができた後は、再度入り口を塞がないよう注意しながらバルブをヒートパイプ内部に収めていきます。今回はつきすぎないように、適量やったつもりでおります。再度24時間ほど放置して
バルブがしっかりと接着できたことが確認できた後は、ヒートパイプの命ともいえる冷媒の代わりとなるエアダスターのガスを封入していきます。封入作業自体は非常に簡単で、ライターガスと同じような要領でエアダスターの吹き出し口をガスバルブのところに押し付けるだけで封入が完了します。もちろん液体のまま出すので下に向けることが大前提です。ああ、もう残りちょっとしかなくなっちゃいました。冷媒ガスが適量うまく入っているかどうかっていうことがわからないので、今回もこのチャンネルではもうすでに恒例となっているライターで炙って手で触って確認をするっていう作業をします。ヒートパイプがうまく動いてなかったら炙った部分はもうあっちっちな状態になるので、ガスを抜いたり再度封入したりとかっていう作業を繰り返し続けます。1本ずつ同じ作業を繰り返して最終的に最適なガス量をそれぞれに封入することに成功しました。ヒートパイプとしてしっかり機能してくれる場合は、ハンドバーナーでだいぶ長い時間炙ったとしてもすぐ手で触ることができるようになっています。1本ずつハンドバーナーで炙って触っての確認をして、ヒートパイプとしての最終的な性能の確認をしていきます。ということで、なかなか時間はかかってしまったんですけども、どうにかこのアンディサムライマスターに冷媒ガスを封入することで復活させることができたんですかね。製作の作業自体は正直そんなに時間かかんなかったんですけども、ガス封入の調節がやっぱ一番時間かかったような感じだったかもしれません。買ったばっかりの新品未使用だったアンディサムライマスターと見比べてみます。ヒートシンクを何枚か外してしまっているので、ヒートシンクの大きさ自体がオリジナルに比べて若干小さくなってしまっています。まあ、ただ外した枚数は 2,3 枚ぐらいなので、まあ、そこまで大きな影響はないんじゃないかなっていうふうに思っております。正面の面構えはこんな感じですね。見た感じ完全にごつくはなってるんですけども、後付けしているこのバルブもそこまで色が濃いものではないので、まあ、若干カスタムはされてるだろうけど、そこまで主張しすぎない、まあ、デザインになってるんじゃないかなっていうふうに思っております。次回の動画でこの新品のアンディサムライマスターと私が再封入したアンディサムライマスターでどれだけの性能があるのかっていうのを検証していきたいと思います。まあ、そもそも CPU クーラーとしてうまくいってるのかどうかっていうのも、まあ本当未知数ですよね。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価ボタン。近所のライターガスを買い占められたことに苛立ちを覚えている達人の皆様は、今回もコメント欄もしくは低評価ボタンをよろしくお願いいたします。まあ、この動画のもうアップする頃には多分検証を進めていると思いますので、今週中にはこの結果を出す動画を出せればなというふうに思っております。引き続きお付き合いよろしくお願いいたします。